気はない。やる気はない。人間やらなきゃいけない時がある。それが今だ。よし、さっきの読みがちのように。予選長いね。長いね。さあ相手は300超えたよ。うわあ、そうきたか。で、全般的に魔法防御なんで、こいつはもう切り札になるわけですよ。で、相性的にダメというより体力が少ない、こっちをこういう順でいきたいと思います。別に縛りプレイではありません。まあね、それは縛りプレイではない。予定です。読みで勝っていく。まあ、じゃんけんだからな、結局は。ゆでじゃんけんだ。コンピューターとじゃんけんってすごい不利な気がしてならんが。うん。キャンディ、キャンディ、いけー、フェルル。ゴアモードは強そう。うわ、魔法タイプか。魔法を打っていきたいとこだが、難しいな。魔法暴走4とか、あ、こっちも4あるわ。どれ？あ、PP 盗みね。うん。1回で全回復しちゃう。どうだろうな。ボケダウン。よし。おお。読みが冴えてる。いいね。で、次は、攻撃がなくなったので、バリアと魔法だから、こっちはバリア。バリア。チャージしてくるか。もうチャージしてきた。さあ、からの、マバリア、スパーン。まあまあ、逆にこっちはチャージをできるっていう。で、チャージして、HP 毒。ちょっとなんか、嫌そうな。うおー、125。あー、やられた。それ、そんな食らうの？結構食らったな。で、向こうは魔法を使ったわけだから攻撃安定。いや、攻撃か魔法か。防御下がってるうちにちょっとでもダメージ与えときたいよね。まあ相手はまあ攻撃打つしかないかもしれないし、バリアでもいいし、まあ攻撃なら 100% 攻撃が通るから攻撃。力蹴りとか4%つける。バイー、防御。おお、111。100超えたね。防御ダウンが多分食らうぞ。やばい。うわあ、先落ちか。今首外れなかった。あ、外れてる。うわあ。今フェルルの意識が。まあ、それは倒れるわ。こんだけやってくれれば同じですので。はい、さあ次。さあドリル。ドリルはどうしようかね。相手は最後攻撃を使ったわけでしょ。バリア魔法だから、まあバリアで確実に入る。で、とりあえずは OK。 103点。チャージなしでよ。あ、でも防御ダウンが入ってるか。とはいえこの威力。うん、あの300超えのやつがちょっと怖いね。一体だけ300超えてるかな。あの奥ちゃん奥ちゃん、将軍が来た。将軍すごい魚っぽいね、なんか、うん、さてこいつの魔法タイプなわけだが、相手はまあバリアがないってことで魔法を打ってくるだろうし、魔法を打ってみるか。気絶当てられると一番やだな。30でも減るんだぜ。チャージ乗れ。来た来たわ。まあ先行取って、ピーン、うん、呪いをかけて回復量減らして、まあ痛いのは分かってる。気絶4。うわ、だよなぁ。だよね。4だったらそんなるわ。パンチから入れろ。チャージした。やばい、チャージしたよこの人。次なんか来るぞ。魔法だよな、魔法タイプだもん。ファイヤー、115点。うわ、あ、効かなかった。最大3つ一気に効く。それよ、それ。おーし、魔法を使ったのでバリアン、うん、いや、攻撃は攻撃か。まあ攻撃タイプだし攻撃を打っておく。よし、またチャージしたか。メガツノ、ふんふんふん。おお、3回いった。3段突きです。
チャージ呪い解けて、110何とかだったっていうのを考えると、気絶を1回使えるんだよね。でもここで気絶使って落ちたとしてもそんなに痛くないからチャージだよね。魔法失敗、いけー、おいー、あいえー先手取られてしまった。先手取られた、こりゃダメだ。将軍、将軍、いやでもこっちの最終兵器は鋭いぞ。ロリコン、ロリコン、ロリコンでじゃあロリコン魔王ロリコン。向こうは、魔法を使ったので、こっちは攻撃が安定。いけ、あ、吹き飛ばし、さすが早い、ファイヤー88、吹き飛ばしか、これ吹き飛ばしだ、しかもそんなに強くないっていう、あれ、それよそれ。そしたらこの魔法だよね、バリア封印。そうだった、忘れてた、俺がバリア封印されちゃったよ、違うかった、いかん、しょうもないプレイングミスしてしまった。あー、様子見か、様子見、お互いに様子見、互いに様子を見てからの攻撃。ああ、191でちっちゃくならない、やべえな、やばい、チャージしても間に合わん。ここは先手を取れたとしても負けてしまうので、ワンチャンを狙いに行く、つまり魔法を打つしかない。うん、 PP6 いけ、まあそうなるよな、うん、まあどう考えてもな、ワンチャンを狙いに行ったらそうなるよな、チ、うん、ーン反省会、反省会、中盤がひどすぎる、でも勝てる相手だよな。いや、3体目出してない時点でまだ勝てないだろう、これは。あ、そっか、2体目か、これまだ2体目。空色800、またあったな、またあったな、点でいい、でまあ最初のとおり、おくちゃんみたいに、おくちゃん、おくちゃんやったやん最初、え、やったっけ、一番最終ですやん、さっきの、いや、初めてだよ、あ、でもノーリスクで攻撃入ったってことかな、おう、どっちにしろまあチャージ入ってたから83くらった、167です、え、あ、自分も、自分が、自分もあんなくらいのかよ、攻撃するとダメージ受けるんだね、こっちはバリア安定か、いや、相手は攻撃も使えるわけだから、おかちゃんし、あー、両方ともチャージか、10秒チャージ、ウィダイで、ウィダイ、懐かしい、これだよ、ここだよ、ここを制した者が前半を制すよ、魔法失敗、どうだ、さあどっちが先に来る、こっち、チャージで110に落ちないよな、成功率が落ちて眠りが入るかどうか、効かない、ここは成功率が低くなってるので入らない、そうすると攻撃しかない、さあどっちが先に来る、うわー、こいつ足遅え、いやー、また速度で負けてやがる、あ、180で、奥ちゃん来たら積んでるじゃねえか、ドゴン、おおうこいつを落とすのに3人使ってるわけでしょ、うん、その時点でもうダメだよね、また暴走してやがる、バリア来い、あー、バリア2回連続か、だもんで使えない、バリアだったんだな今、あ、反省会、反省会、勝てる気がしねえな選択で勝てる敵じゃなくなった、あと、うん、多分あの州が弱くなってる、武器のおかげで、思った、それは思った、武器のおかげで弱くなっております、武器よりも何か大切なものがある、うん、あとライララにあのなんとなくつけた角が全く持って意味がないことが分かったあの黒い長いやつ、悲しいけど、悲しいことに、悲しいことにね、孫ことなき魔人だ、
そこについたか。それは僕も予想外だ。落ち武者みたいな。落ち武者。ああ、落ち武者みたいな刺さり方してた。Oh yes, オチムシャ、Japanese オチムシャ、Yeah。 あ、これは魔王ですわ。魔王だ。ラスボスだ。これは魔王降臨してますね。ラスボス。え、目玉じゃないの？目玉？目玉かけるぐらい残ってないけどね。まあ口でいいと思う。うん。まあ真ん中はまだかけない。一気に格段に上がった。武器とは何だったのか。武器とは？武器とは一体。で次、この地味に描いた角は全くもって役立たずだったということが分かりました。描いてからの。怖いなこいつ。柿の腕どんくらい増やせんのか。まだ増やせんのかよこいつ。あ、もう増やせんのか。あ、もう増やせんわ。これは限界だった。とりあえずこれで見てみようか。うん。おお、攻撃力がガン上がりした。お技地割れ。あ、見てみるか。これチャージ呪い素早さダウン愛子有利にして地割最強ダメージだったんで地割れすごいじゃん。強ダメージ、強ダメージ、うん、必ず強ダメージが最強ダメージ。オッケー。次フェル。間違えた。書くとこじゃねえよ。俺が見たいの技だよ。チャージ封印、防御ダウン、ピピ盗み。これで PP12 以上盗んでくるんで実質プラマイゼロで相手の PP だけに盗む。4でかいな。バリア暴走2で、まあ、バリア強ダメージ、強ダメージ、強ダメージ。こいつも地割れ使えたんか。一応使えたんだね。で、問題のこいつロリコン。ロリコン。ロリコンは、バリア封印、毒、毒、魔法。まあ、まあ、こいつはバリアだから、まあ、防御は強ければいいや。強ダメージ、強ダメージ、強、ん？強ダメージ、強ダメージ。強ダメージばっかなんだ。地割れはないよね。全員地割れ覚えるわ。これ化け物だよな。こんな黒いさ、暗黒物質がさ空飛んでんだぜ。化け物以外のあの慣用句の使いどころが見当たらねえ。フリーゲームとかであれに追いかけられるゲームとか。ああ、集合に集合に暗黒的集合に集合に。やだわ。なんかサイドバイ暗黒ダークサイド。サイドバイダークサイド怖いわ。暗黒に落ちた週が今よみがえるみたいな。そういう抱え込みのセリフがね、かっこいいとか思っちゃう僕がいるんですよ。しかしちょっとあの週じゃねえ、フェルルルの体力の低さがちょっとネック欲しいよな。280ぐらい欲しい。そんぐらいは欲しいよね、うん、本当に。そういう意識で多分羽がいらねえかなと思ってる。追加の羽。羽か。羽でもあった方がなんかいいと思うけど、確かに能力的に考えれば羽は風を起こす技は強くなる。大体最大低くても266なんだよね。こっち240、ちょっと差がある。一番活躍できないの最初にしてこういきます。ロリコンが最後。ロリコンは最後です。なんか絶対ああなるって。目玉真ん中にかけば2つ変えちゃったしな。さてリベンジマッチといこうか。おう、デアンデイ。ライララ種族ドリル。種族ドリル。将軍、今までのトップは毎回違う。さあ初手だが、
まあ体力は高いし、気絶したいんじゃない相手が。じゃあバリア、わかんない、俺の予想だけど、んバリア同士か、アイコか58。あんまりアイコもよろしくないよね。でまあね、うん、52、あ56、攻撃力高い分ちょっと上か。気絶が本当警戒しないといけない。気絶来るんだったら耐える体力を増やす。これで外してくれればいいんだけどね。4100ほど当たるよね。ああまあだよな、100減るって耐えないね。100だったもんさっき。ああ、うわ、一撃も与え、あ一撃与えただけ使えない。気絶が本当に厄介この組み合わせだともう使えない、使えない使えない&使えないだからな。なんとかせないか。相手は魔法使ったんだっけ最後。そうだね、魔法使ってってことは攻撃か。よし、天空蹴りファイヤー、弱いかっこいい割に弱い。さあ、向こうは攻撃魔法なんで、こっちはピピ盗む、ピピ盗みます。魔法させません。魔法封じれば面白い。これでよし、使えないな。これで使える、こいつ使えるのか。使えたー、ミニミニちっちゃくなった。うん、首が浮いてる。さーて、こうどう弱いミニミニ入ってるから、やっぱ向こうは一応打てるね、防御ダウンが。うん、先手取ればいけるんだけど、先手取れる気がしない。そうか、先行取れなければ意味がないか。うん、そんなに相手は全択あって、こっちは2択だから、防御ダウン使うか。ああ、実感された。ああ、すんごい食らったチャージだもんね。うわ、回復させちゃったよ。元に戻る。いかん、これはいけませんよ。チャージです。あ、いかん、こいつ100ぐらい食らんじゃなかったっけ。うん、あーでもチャージの回復がすごい。あ、大きなダメージを。もうあんまり関係ない、正直正直ね。若干消化試合の匂いもしてきた攻撃かバリアだろ。攻撃がまあ多分ワン落ちるだろう。ああチャージか、それは落ちないわ。チャージするか。チャージ落ちません。どすこい。でもチャージしてる暇ないので、こっちはバリアできます。バリア同士、こっち先行でダメでしたーっていう。うわー47で火力から違う。チャージしてるとはいえすげえな。倍と考えた倍でもノリコンは、まあどう考えてもこの場合、攻撃しかないです。嵐、さあ、大嵐が吹き荒れた。やっと1体で戻ってきやがれ、戻ってきやがれ。うわ、奥ちゃん来た。今制作者スタジオギブリ、うん、ギブリギブリギブリ。相手は三択、こっちはこっちも三すくみ状態でも攻撃は使えない。正直魔返し、こっちだ。両方魔返し先行。ドド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 ドン100ぴったり。こいつが唯一火力間に合ってんだよな、うん、相手に対して。こっちも100いってる。おう、大体同じ。これが俺のお箱だぜ。で、先手取られた。攻撃技、それよそれ。おいよ、魔法混乱。チャージできる余裕があれば。チャージできる、いける。うん、変わって混乱した。魔法になって OK。魔法は2回連続で選べない。
そしたら相手は全部使えてこっちも全部使える状態だから攻撃呪いは一応視野に入れといて、ね、減っちゃうからね相手には魔界師いや攻撃になったわあいかんこれ負けちゃって魔法になっちゃってああなんだそれそんな高い確率でなるんかこっちも魔法混乱してしもうたよあ魔法になったお跳ね返ああそっかおお2連続でも100いけ足りないうん謎のビーム魔法混乱解けてうんチャージできるっちゃできるけどここで押したい押したいながチャージ相手の一番強い攻撃は食らっておくやっぱ痛い痛い痛いもんは痛いそれよそれ攻撃呪い解けて解けたさて相手は魔返しが使えない防御は使えないなんか魔法で魔法だな普通だったら、うん、先取れればああ耐えたけどこれはダメだこれおつやだなおつやこれはおつやだわだってチャージしても多分次ので確実に減るわしかも攻撃呪いが攻撃呪いがあって攻撃できないって魔返しできませんでしたおつやですおつやだったまあでもシュウの、戦闘能力は確実に上がってた、うん、ただライララがなんとかライララが活躍しない相打ちでもいいからそう相打ちでもいいから勝ってほしいんだけど、うん、足が遅いんだよねあいつ足長いくせに紺色800読み次第では勝てるんだがな